はい、皆さんこんにちは。では続きやっていこうと思います。今回はマッキーコロシアムですね、やっていこうと思います。では乗りましょう。早速バトルバトルという感じ。わーすごい観客が。あ、マリオ、あれあれ、あー、ここにあるビッグペンギンスター、黄色ね、黄色のビッグペンギンスター。マリオ、あ、マリオ、マッキーコロシアムのバトル祭りへようこそ。僕ちゃんの読み通りビッグペンギンスターに連れていそいそとやってきたようだね。だってそれではチャンピオンと戦う前にまずは小手調べ。大乱闘バトルロイヤル始め。え、わー敵が多いよ。マジですか。わわわわ、なんかいろいろ投げられて投げられて投げて、いてえ、ねえねえねえ、あ、なんかないかな、全部、あ、よしよしよし、あ、スタースター、え、マリオハイパーマテキタイム始まりだ。待てよお前ら、何に敵、何逃げとるんやお前ら、待てよお前ら。わー、よいしょ、オッケー無敵さ、暴れるなんて、これが主人公やることか。よし、やったー。あー、やばい、カードがいっぱいで持てないって。ショック。だけど、しょうがないね。わわわわわ。あれ、こんなもんか。よし。あー、お見事、さすがマリオ。さて、それでは会場の皆様、お待たせいたしました。本日のメインイベント。黄色のビッグペンキスターをかけてスペシャルゲストのマリオがチャンピオンと本気で戦います。それではチャンピオンの入場です。いいね、ちょっとブロックで、そう、ブロックにアイテムがねきっと隠されてるだろうと思って、ブロック壊したらまさかスターが出てきた。あ、イギーじゃん、やった、イギー久しぶり。この子もマリカー8にね出てきますね。わー、ワンワンちゃんが、あー驚いた、チャンピオンとは何を隠そう、この僕ちゃんなのです。イギー、え、早速バトルですか。そんなわけで僕ちゃんイギーよろしくです。わ、まずは軽く小手調べ。なに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 、ほらかかってきな。やばいな。で、あの HP がね早々にねたくさん削れてしまったので、ちょっと最初からあれを回復をして、ちょ、デカハンマー使ってみるか、どんぐらい効くかな。よし、行こう。回復して、ふむ、そんな効かない、危ない。わー、でも8も食らうんだ。これジャンプ、次々ジャンプじゃない、あ、バネジャンプ、デカジャンプでいくか。 OK、 行こう。あー、バカ、やっちゃった。え、なんか全然エクセントいかないな、危ない。よし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 、いやー怖いな、これめっちゃ怖いわ。何でいこうかな。ピコ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 、いいか、ハンマーで行ってみる。あ、オッケー、あ、バカ、アホすぎる、危ない。オッケー、今のところなんかねガードが決まっている奇跡だよ。よいしょ、あー、ファイアフラワーでも使ってみますか。どうせならあんまりうまくいかないけど、オッケー、お、いけた、うまくいくこともあるもんだな。いや、でも強いぞ。ま、まあまあやるね。もう小手調べはこれくらいでいいよね、結構痛かったし。よし、お前たちチャリオットの怖さを教えてあげちゃって。え、なにチャリオットって、え、なに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 、僕ちゃんが出るまでもないね。さあさあマリオどうする。え、チャリオット、チャリオット、え、
どうすればいいんだ。ちょ、適当にハンマーとかでちょっと小手調べというか様子見るか。どうしよう。次々ジャンプ、ちょっと待って、アイアンジャンプ、次々ジャンプでいいか。よいしょ、たくさんあるし、オッケー。効くかな。あ、効かない、攻撃が当たらない。無理、チャリオットにどんな攻撃も当たらないのよ。あ、本当だ、逃げられる。ちょっと待って、え、どうすればいいんだ。当たらないってことは、あ、痛い。あー、どうしたの、スペシャルゲストのマリオちゃん。ワテボクちゃんを代わってチャリオット全員チェーンと勢ぞろい。え、でも効かないんでしょ。逃げるしかなくない。あ、逃げれない、怖い、くっそ、こんにゃろう。攻撃効かないんだもん、逃げるしかないよね。はい、し、逃げた。逃げれたんだ。お、ちょっと待って、これ逃げてよかったのかな。逃げたとしてもどこに行けばいいの。あわわ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 、これ戻ったらまたバトルになるんだろうか。あ、バトルにはならない。あ、なるのか。懲りない。いや、こあ、でもわわわわわわ、いや、これまた同じパターンになるよね。よし、逃げた。あ、逃げれました。あれだな、ちょっと一回突破方法を自分で見つけてこないといけないのか。で、見つけてから戻ってくるって感じなんでしょうね。よし、じゃあちょっといろいろ探索しよう。この辺怖い怖い怖い。ここ未だに開かないのか、君。なぜか開かないと。よいしょ。でもあれだよね、控室とか全部見たから、どこ行かないといけないんだ。よいしょ。倉庫とかなんかないかな。でもなんもなかったもんね。まあいいか、ちょっと一回上に出てみますか。よいしょ。ちょっと一回上に出て、多分スタジアムから出るのはいけないと思うから、よいしょ。お、いけるじゃん、観客席。はい、お入りいただけますか。絡まれないのご注意。はい、了解。よいしょ。あ、こっち行ける。この階段上がれば3階スタンドに出るよ。血の気ない出場選手たちもうろついてるから気をつけな。はい、了解、ありがとう。よいしょ。お前カードが一気に減っちゃったな。イギーとね、無駄に2回とかやっちゃったから。よし、来たぞ。スタンド3階。おお、こういうことね、血の気の多いって。なるほど。よし、あー、カード助かる。あ、ブロスがいるじゃん、ハンマーブロス。あ、怖い。よいしょ。
初めてやってきたから戦ってみますか、ハンマーボロスね。よし頑張ろう。いやーカードが一気になくなるわマジ。次々ジャンプは意味ないか、単体だもんな。バネジャンプオッケー。でもねファイアフラワーのねあのタイミングが分かったから、あ間違った、クソバカバカ。ファイアフラワーもちょっと積極的に使っていきたいですね。あいた、32も食らうの、うっそー。さすがブロス強いじゃない、さすが強いじゃない。あどうしようどうしよう、ちょっと待ってね、ちょ 色ついてないやつ積極的に使っていこう。ほうほう、よしやったーやったー、やーべーハンマーブロスやばい。よいしょよいしょ、おおいいね、パウパウブロック。よいしょ、おね、ここも外出ていいのかな。よいしょ、あハードがあるけど、あ、カルシアムの外側に出た。お、さすがマリオ、ペラペラ壁歩きの術だね、忍者みたいでかっこいい。ちょっと待ってね、この子壁伝いになんて怖くて歩けないです、根性なしで結構頑張るよ。よいしょ、わーわーわー、こいつらもどっかで見たことある敵だよな。うー、よいしょ、さあ来ました来ました。お、なんか展開ブロックがあるね。ここは3階スタンドだよ、ここ降りれば2階だよ。お、ここから2階に行けるのね。展開ブロックあるけど、この展開先をちょっとチェックしないとね、ダメですね。よいしょ、迷っちゃうもんね。ちょ2階降りてみようか。よいしょよいしょ、スタンド2階。わわわ、ムーチョがムーチョがずっと追っかけてくる、かわいいけど。あーちょ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 い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 、よし、こわこわこわ、あーまた、おー集団できた。よいしょ、さあさあさあちょっと2階見てみましょうか。展開ブロックの展開先が未だに分かんないんですよね。どこだ、わわわ怖い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 、あーここね、了解了解、分かったんだけど、どうやってこっちに行けばいいんだ。おー怖いなここ。よいしょ、ちょっと待ってな、よいしょ、うーん、よいしょよいしょ、こっちに行きたいんだよな。よいしょ、展開ブロックの叩き方がちょっとわからないな。ふえー、怖えー。これなんか隠しブロックみたいなのないの？ないのか。よし、なんか分かったぞ。いろいろね、ちょっと調べてたんですけど、やばい、もう動画が30分とかになっちゃう。よし、じゃあ行こう。
多分これでいけると思う。よし行くぞ。ここ普通に行くんですけど、ここか。ただ時間がいかんせない、いかんせない、いかんせない。でここ後ろですね。ここ実は通れたみたいです。ほっ、よし行けた、やった。ふう、やったー。あ、行けたー。で、それでここからこういけるのか。あばばばばば、ちょっとね、バトルはカットしますね。よいしょ。欲しいです。でさ、めちゃくちゃビビって壁まで走って逃げて、その後どうしたと思う？なんと突然周りに置いてあった箱を攻撃し始めたんだよ。何あれ、現実逃避？ウケるーパニック起こしすぎでしょ。箱と戦ってどうするんだよ。なんか裏の方に来た。あ、あー、セーブブロックだ。あー、よかった。よし、あー、セーブがようやくできましたね。お、怖っ。精神回数の裏は声聞こえて楽しい。なるほど、楽しいですね、確かに。あ、お前たちしっかりしろ。どこに置いたか思い出せ。んー、でここ開けていいのかな。よいしょ。ここも新しいとこ。この銀色の武器は一体どうやって使うんだ。お、なんかあるよ。あ、モノカード。栓抜き、懐かしい。みんな栓抜きでさ、瓶の蓋とか開けられます？もうさ、今さ、なんだっけ、あの缶切りの使い方知らない子とかもいるらしいよね。缶切り、この武器ものすごく尖ってやな。でもチャンピオンにはこんなもの立ち味できないだろうね。じゃあ絞りましょう、どうせなら。やばい、今日でビッグペンキストゲットしたかったけど時間が。で無言でね、めっちゃプレイしてたわ。よいしょ。だからめっちゃね、あのなんか編集でね、あの飛ばし飛ばしでやると思いますけど、氷をグラスに入れるほどよ、機体加工するため選択数をどく尖っているアイスピックですね。よっしゃ。あ、いいな、そこの武器を取りに行ったのよ。僕も欲しいな。いいだろう。よいしょ。さあ、あれですな、あの子たちの話をちゃんと聞きたいところですな。あの盗んだ子たち、盗んだバイクで走り出すって。そういうわけじゃないけどね。よいしょ、よいしょ。ほっ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 。お、大量ファイアフラワー。よいしょ。お、ハンマーかける2。めっちゃここ色抜けしてるな。よいしょ。ちょっと待ってね、クリボーたちの話も聞きたいけど、ちょっとあれだね、あの兵法たち、あの盗んだってやつ、あれはね、ちょっと解決したところで今回応援しようかな。もうたち田舎か、バトル祭りさ、みやさん、みんなでやってきた。だこんなすげえ試合さ、みやで田舎帰ってみんなで自慢すんだよ。なんてかわいいの、かわいい。よいしょ。うん、あ、こうやってさらに下に降りたいぞ。盗まれたものがこのコロシアムに運ばれたとの情報があり、我々は潜入捜査の末盗まれたものを取り返すことに成功いたしました。じゃーん、こちらマリオさんにとってとっても大事なものだと聞いております。さあどうぞ張り切っておしぼりください。お、骨じゃん、また骨もらえるの、やった。
よし、こいつらが盗んだの骨だったのね。よかった。よし、骨ゲット、やった。ふう、なんだ、マジ絞りプリ感動しました。ということで、イエローレスキュー隊隊員番号2から4番キノピオです。隊長とハグータとみたい彩りタウンの本部に戻ります。ありがとう、お疲れ様。君たち気をつけて帰ってね。よっしゃ、そっか、あいつらが盗んだのは骨だったか。よいしょ。よし、ということで、じゃあ今回はここでおしまいにしようと思います。じゃあ次回こそ、やばいな、ここかなり長いパートになってますね。え、ちょっと待って、このさ、骨持った状態でさ、あいつらに話しかけたらどうなるんやろ。よいしょ。おい、どうせな、ちょっとセーブしたかったけど、まあしょうがない、まっすぐ行きますか。お、あ、残念だったな、私が取り返したんだよ。よし、まあ、特になんか進展するほどのことでもなかったみたいですね。なんか襲いかかられるのかなと思ったんだけど、あ、この骨みたいなどこで手に入れたのみたいな、これ僕たちのものなんだけど、わーみたいな感じになるかなって思ったんですけど、そうはならなかった。よし、じゃあ次回は、もうこれでいけるかな。なんかだいたい見尽くした感じあるので、またちょっと再戦してみましょうか、次回ね。よし、ではそれでは皆さんも最後までご視聴いただき本当にありがとうございました。では変なとこ押しちゃった。